スタートナンバー54番岡部孝信。はい、非常に距離が伸びる状況だというふうに判断してますからね、力まずに飛んできてほしいですね。さあ岡部の大ジャンプ、大倉山ジャンプ競技場ラージヒルでどうだ。ああいいですよ、これはいいですよ。いきました。これは素晴らしいジャンプが出ました、岡部孝信。原田さんも太鼓判の大ジャンプ、141m。いや非常にアドレナリンが出てますね。ヒルサイズをなんと7メートルも超える大ジャンプで、もちろんこの時点トップ。久々にね、岡部君の特徴が出てですよ、非常にスキーを立てないでうまく飛んだんですね。さあ岡部はですね、やっぱり世界で戦うためにここでどんなジャンプをしなきゃいけないかというふうに考えて飛んできますね。世界も見据えた岡部、2回目スキーを安定させ絶景をかけて、いったいったいった、いきました。ここも大ジャンプ。大きなガッツポーズ。占領役者岡部孝信、見事大倉山チャンピオン、 139m。 大ジャンプを2回揃えてポイントがなんと300ポイントに迫る 296.5 ポイント。堂々の優勝。岡部孝信が東明、伊藤大輝、そして笠井紀明を振り切りました。岡部孝信3年ぶり3回目の STB カップ制覇です。